黒谷古墳は、広島県三原市山都町市木材にある古墳。形状は、円墳と推定される。広島県指定史跡に指定されている。広島県中部、沼田川上流の向くな川から北に入った、黒谷の東側小四国の南斜面に築造された古墳である。1999年に保存整備が実施されている。墳給は、 後世の開墾による作兵を受けているが、墳景は円形と推定され、直径10メートル以上、高さ3.5メートルと見積もられる。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南西方向に開墾する。石室奥壁には石棚をフすという、広島県内では唯一の特徴を示す。副葬品としては、水期変の湿度が知られる。築造時期は、 古墳時代終末期の7世紀前半引く中央頃と推定される。古墳域は1985年に広島県指定史跡に指定された。なお、西方には2号墳が所在する。石室を壁中央に石棚。石棚上層は左右に広がりを持つ。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南西方向に開口する。石室には原室。 沿道の区別はなく、県村六6.85メートル、幅1.24メートル、1.6メートル、高さ2.2メートルを測る。北壁には、高さ1.3メートルの位置に石棚を付す。両側壁にかけて渡した一枚石を棚とし、その前面に障壁としての一枚石を立てる。石棚の上層の幅は、下層よりも広くなっており、石室の平面型は、下層では小技状。 上層では T 字上を示す。ありがとうございます。